法務省は日本の行政機関の一つ。法の整備、法秩序の維持、国民の権利擁護、出入国管理等を所管する。法務大臣の記者会見国家行政組織法及び法務省設置法に基づき省の一つとして設置されている。任務は法務省は基本法制の維持及び整備、法秩序の維持、国民の権利擁護、国の利害に、 関係のある総称の統一的かつ適正な処理並びに、出入国の公正な管理を図ることである。司法制度、民事行政、刑事、民事制度の規格、立案、検察、強制、公正保護、行政訴訟、人権擁護、出入国管理、破壊的団体の規制、司法書士及び土地家屋調査士に関することなどを管轄する。 法務省旧本館正門の53切り法務省では、切り門を省の象徴として使用することが多い。切り門は内閣や法治国家の象徴としても扱われるが、法務省では切り門の中でも主に53切りを用いる。53切りは省の表彰として使用されており、法務省旧本館の正門などに掲げられている。また、近年では法務省の英語名称、 ミニストリー・オブ・ジャスティスの頭文字、モイを配置した図案もシンボルとして用いられている。法務省旧本館法務省の起源は、明治維新後の1869年に設置された業務省にまで遡るが、直接の前身は1871年7月9日に設置された司法省とされている。司法省は、裁判所の監督など、司法行政事務を含む広範な法務、 司法に関する事務を司っていた司法省の中でも検事局が主流をなしており、平沼木一郎による検事主導の積極介入主義の下検事は政党、軍部、官僚と並ぶ一大勢力に成長し、検察権力を第一義とする司法権の独立が明確化する。大正期から昭和戦前期には、検存版主義が公然とやかれるようになり、検事局、 司法省、裁判所の要職を、検事が、ほぼ独占するようになっていた。1940年前後には、司法権の独立は、軍部の、統帥権の独立と並ぶ、政治的イデオロギーとなり、陸軍参長官会議をモデルに、司法大臣、大臣委員長、検事総長による参長官会議の設置まで、提唱されるようになる。 第二次世界大戦での日本の敗戦から2年が経った1947年4月の裁判所法及び検察庁法の成立、また三権分立体制を謳った日本国憲法の施行、また12月の法務庁設置法の成立に伴い、司法官僚は司法省、検察庁、最高裁判所事務総局など大きく分けて3つに分散し、 裁判所関係の司法行政事務は最高裁判所事務総局の所管に移されることになった。翌1948年2月15日、司法省は廃止され、法務全般を司る政府の最高法律顧問府として法務庁が設置された。法務庁設置法はその後に改正を重ね、中央省庁再編が始まる1999年まで存続した。 その中で、1949年6月1日の行政機構改革では、法務省は法務府に解消され、内部部局が簡素化された。また、1952年8月1日の行政機構改革では、法務府は法務省と解消され、法制に関する事務を内閣法制局に再びに関するなど、機構の大幅な整理が行われた。 この行政機構改革の頃から国家行政組織法別表において各省の筆頭に掲げられ法務省は政府の各府省の県政順では内閣総理大臣が主任の大臣を務める総理府に次ぐ位置であった2001年1月6日の中央省庁再編により法務省設置法に基づく法務省が廃止され法務省設置法に基づく法務省が設置された 序列は総務省に次ぐ位置となった。2019年4月1日内局である入国管理局が廃止され、新たに外局に出入国在留管理庁を新設する組織改編を行った。現行の司法法整備は国内外の法令、法務に関する資料の整備、編纂、司法省であった1921年に始まる法務資料の刊行、 霞が関の法務図書館の運営、2009年からは、日本法令外国語訳、データベースシステムの運営などを行い、また、日本司法支援センターの運営に関する業務を行っている。上述の法務省設置法3条に規定された任務を達成するため、同法4条は、計40号にわたって、所証事務を列記している。具体的には以下に関することなどがある。 法務省の内部組織は一般的に法律の法務省設置法、政令の法務省組織令及び省令の法務省組織規則が階層的に規定している。法務省の施設等機関には以下の八区分がある。検察庁法に基づき特別の機関として検察庁がある。検察庁には最高検察庁、高等検察庁、 地方検察庁及び区検察庁の4区分に分かれ、それぞれ最高裁判所、高等裁判所、地方裁判所及び簡易裁判所に対応して置かれている。高等検察庁地方検察庁法務省の地方私文部局には以下の5区分がある。強制管区地方、公正保護委員会法務局地方法務局保護。 観察署法務省が主管する独立行政法人は2021年4月1日、現在存在しないが、総合法律支援法に基づいて設置され、独立行政法人通則法を準用する日本司法支援センターを主管している。法務省が主管する特殊法人は2020年4月1日、現在存在しない。法務省が主管する地方共同法人、 特別の法律により設立される法人及び認可法人は存在しない。2021年度一般会計当初予算における法務省所管の歳出予算は7431億43四千0 0 0円。期間別の内訳は法務本省が1856億8059万3000円、法務総合研究所が22億1444万6000円、 検察庁が1,126億8,020万9,000円。強制勘所が2,384億3,956万2,000円。厚生保護官所が275億6,274万1,000円。法務局が1,084億9,058万9,000円。出入国在留管理庁が522億9,302万9,000円。 公安審査委員会が6,589万6千円、公安調査庁が157億1,296万6千円となっている。歳入予算は936億6,122万1000円で、全額が雑収入に分類される。そのうち許可及び手数料の477億5,950万4千円と、 懲罰及び収金集金399億8940万7000円が大半を占める。独自の項目としては、刑務所作業収入と少年院職業、歩道収入からなる強制監渉作業収入があり、35億2914万1000円が計上されている。特別会計としてかつては、当期特別会計を所管していたが、2010年度、限りで廃止された。 現在は、国会、裁判所、会計検査院、内閣、内閣府、復興庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省及び防衛省所管の東日本大震災復興特別会計を共感するのみである。 一般職の在職者数は2020年7月1日現在、法務省全体で52,384人である。内訳は、本省が42,659人、出入国在留管理庁5,486人、公安審査委員会4人、公安調査庁1,546人、検察官2,691人となっている。なお、一般職国家公務員、 在職状況統計表において検察官の男女別の人数の記載はない。別途の資料2020年3月31日、現在で検察官、総数2716人である。行政機関定員令に定められた法務省の定員は、特別職一人を含めて54814人うち、検察庁が11860人である。本省。 各外局別の定員は、省令の法務省定員規則に定められており、本省47,091人、令和3年12月31日までは、47,099人、で、内検察庁11,860人、令和3年12月31日までは、11,868人、出入国在留管理庁6,022人、公安審査委員会4人、 公安調査庁1697人となっている。2021年度一般会計予算における予算定員は、特別職8人、一般職54783人の計54791人である。期間別内訳は、法務本省が804人、法務総合研究所が84人、検察庁が11859人、 強制監署が23,599人、公正保護監署が1,839人、法務局が8,885人、出入国在留管理庁が6,020人、公安審査委員会が4人、公安調査庁が1,697人となっている。特別会計の予算定員は、東日本大震災復興特別会計21人で、ある。以上は、 定員内職員についてであるが、これとは別に法務省には、非常勤職員など、多数の定員外職員が在籍している。非常勤職員については2020年7月1日、現在の総数は57,175人で、国の行政機関の非常勤職員のおよそ4割が、法務省に在籍している計算である。 これは厚生保護ボランティアである保護士47,517人を含んでいることによる。他に、委員顧問参与当職員が4,051人おり、厚生労働省の次に多い。続いて、事務補助職員が3,723人、技能職員が544人、医療職員が514人、教育職員が400人などとなっている。教育職員は、 国の行政機関に任用されたものの9割を占めている。非常勤職員とは別に再任用職員は2858人となっている。さらに傷病や老素専従による休職が175人、育児等の休業が507人、派遣が39人となっている。職員の競争試験による採用は国家公務員採用総合職試験。 国家公務員採用総合職試験、国家公務員採用一般職試験、国家公務員採用一般職試験、刑務官採用試験、法務省専門職員採用試験の合格者の中から行われる。いずれも人事委員が実施する。ただし、検事の採用には国家公務員法の特例として検察庁法が適用され、主として、 司法修習生の収集を終えた者から任命される。前期の通り法務省と最高裁判所事務総局は、共に司法省を母体として設立された機関であり、両者は司法省の廃止後も、判権交流と呼ばれる人事交流を行っていた。これは人材育成の一環として行われていたとされるが、検察と裁判所の癒着という指摘もあり、 日弁連も指定代理人制度と絡めて廃止を求めてきていた。そのため、より職務の公正座を確保していくとして、民事部門での交流縮小に次ぎ、2012年4月をもって刑事部門での人事交流が停止された。法務省職員は一般職の国家公務員なので、給与は一般職の職員の給与に関する法律によって、規律される。ただし、 検察官には検察官の報給等に関する法律が適用され、検事総長、次長検事及び検事長は、特別職の職員の給与に関する法律、検事及び副検事については、一般職給与法の規定に準じた給与制度が設けられている。報級票は、基本的に行政職報級票及び指定職報級票が適用されるが、人事院、 規則9から2の規定により、入国者収容所及び地方出入国、在留管理局の入国警備官と刑務所、少年刑務所、拘置所または、強制管区に勤務する、ものならびに強制研修所、市所に勤務する教頭及び、教官には、公安職法給表が、検察事務官及び公安調査官と少年院、少年鑑別所または、婦人補導院に勤務する者には、 公安職報給表が適用され、検察官は検察官の報給等に関する法律2条に規定された報給表が適用される。令和3年度予算の予算定員を報給表別に見ると、公安職報給表が2621人と最も多く、次いで行政職報給表が16448人、公安職報給表が13708人。 検察官が2759人などとなっている。強制施設や、厚生保護施設には、非収容者の強制医療のために、厚生労働省と並んで、多数の医療従事者が勤務していることから、医療職補給票の適用を受ける定員が334人、医療職補給票が170人、医療職補給票が470人となっている。 労働基本権のうち葬儀権と団体協約締結権は国家公務員法により認められていない。団結権は保障されており、職員は労働組合として国交法の規定する職員団体を結成し、もしくは結成せず、またはこれに加入し、もしくは加入しないことができる。ただし、刑事施設に勤務する職員は、 国家公務員法によって団結権も認められておらず、職員団体を結成し、またはこれに加入してはならない。2020年3月31日現在、人事院に登録された職員団体の数は、単一対一、支部30の計31団体となっている。組合員数は4329人、組織率は18.0%となっている。 主要な職員団体は、全法務省労働組合で、国交労連に加盟している。一般職の幹部は、以下の通りである。法務省の事務次官や内部部局の長など一般職の、要職には、一般の国の行政機関とは異なり、国家愛種試験合格者から採用されたものではなく、検察官が任用される傾向が強い。元検事総長の田崎慶一は、 犯罪者の構成を担当する共生局、保護局などのトップは検事にこだわらず、適材適所で考えた方がいい時代になったと思うと述べている。近年は、共生局長に初の刑務官出身の局長や女性局長が誕生したり、保護局長にプロパー職員が就任するなど改革も見られる。他官庁の事務次官は最高位の上がりポストであるが、法務省の場合は、 事務次官で退官することは、ほとんどなく、後見検次長か、次長検次に転出し多くは、検事総長となるなど、キャリアパスの一つと化している。その反面、総合職は、出先機関などを多く所有しているため、他省庁ほど激しい出世レースもなく、ほぼ全員が本省課長級から審議官、管区局長級まで出世でき、強制的に甘下りさせられることはない。 トップに立てない代わりに比較的安定したキャリアと言える。法秩序を維持する官庁ゆえの権威主義、行刑密行主義に代表される秘密主義が指摘されている。2001年及び2002年の名古屋刑務所における受刑者死亡多発事件、検察庁での調査活動被不正流用疑惑などの不祥事が明るみに出た。少年犯罪に対する 加害者への人権には配慮しており、1997年の神戸連続児童殺傷事件の際、実名報道をしたフォーカスなどの複数の雑誌に対し法務省が削除要請を行った。また、週刊新潮の実名報道に対しても、たびたび是正勧告を行っている。しかし刑務所や入国者収容所といった人権に制限を加える機関を持つ官庁が、 人権擁護活動を行うのは問題があるという意見もある。また、女性や在日外国人などの人権にも配慮がされており、毎年11月の人権週間では女性の人権を真っ先に取り上げ、DV やセクハラの無料相談を受け付けている。在日外国人に対しても人権侵害の問題を多く取り上げ、外国人差別をしてきたホテル。 戦闘等に是正を勧告したことがある。さらにインターネット上の書き込みについても名誉毀損として法務省は厳しい姿勢を見せている。2007年度2007年度新手法試験における慶応義塾大学法科大学院教授による類外講義では当該行政法教授の交際委員会に以降、司法試験委員会による調査結果により影響が明らかでないとして何ら是正措置は、 取られなかった。ただし、合格発表後、難問の卓越行政法18問目における、経済性の正当率が5%以上高かったこと、経済の合格率は前年の9位から3位に上昇していたことなどが明らかとなっている。ただ、その調査方法は、問題の過中にあったと指摘された複数の経済教授らの自己申告を調査報告とし、 さらに自己申告の任意とし、深刻な着物は当該調査から外されるなど不可解な点が多く指摘されている。また解任された行政法の教授に対するヒアリングなどもなされていない。これは行政法同様に漏洩が指摘されていた刑事法では現職の派遣検察官が抗議を行っていたためとされ、よって法務省が当初から結論ありきに終始していたためとも、 指摘されている。2015年度2015年度司法試験において、青柳光一明治大学法科大学院教授が、自身が同試験交際委員として作成した憲法問題を同大学法科大学院出身の女性受験者に漏えいしたとして、同年5月、国家公務員法違反容疑で東京地検特捜部に告発され、合わせて法務省から交際委員を解任された。 また、その他、明大法科大学院生への影響の可能性も指摘されているが、調査等は実施されなかった。ありがとうございます。